世界が注目しているサッカーの大会が今日開催します。そこで開催地であるカタールのお天気をお伝えしていきます。ドーハのアイコンを見ていきますと、晴れのアイコン大きく出ています。大きな天気の崩れの心配はなさそうです。そもそもカタールとはどこにある国なんでしょうか。カタール国の基本情報について紹介していきます。正式国名はカタール国、首都はドーハです。カタールは中東に位置しており、ペルシャ湾の南東、アラビア半島から突き出した半島国です。面積は秋田県よりもやや狭くコンパクトな国です。続いてカタールの気候の特徴についても見ていきましょう。まずは冬と夏との気温差が大きいという特徴があります。冬の最高気温は20度から25度くらいですが、夏の最高気温は平均で40度を超えます。特に6月から9月は高温で、最低気温も平均30度以上と、あまり気温が下がらず、また周辺に海があることもあり、夏は多湿になります。そして砂漠気候で年間の降水量は非常に少ないという特徴があります。国土の大部分は平坦な砂地であり、年間を通じて降水量が少ないです。特に夏季の降水量が少なく、何ヶ月も降らない期間があります。またシャマールと呼ばれる砂嵐を伴う強風が発生することもあります。以上、カタールの天気についてお伝えしました。カタールの天気もアプリウェザーニュースからご確認いただけます。